マシュウマックリンは、アイルランド系イギリス人の元男子、プロボクサー、バーミンガム出身。切れ味鋭い右フックが武器で打たれ強い、フェリックス・シュトルムとセルヒオ・マルチネスには、敗れた者の接戦に持ち込んでいる。2001年11月7日、グラスゴーでデビューを果たし、初回1分52秒 TKO 勝ち。白星でデビューを飾った。 その後は無敗をキープするも2003年11月6日、アンドリュー・ファーセイとブベイブック、英国スーパーウェルター級王座決定戦を行い、10回95から96の判定負けで王座獲得に失敗した。2005年5月14日、マックリンのルーツ、アイルランドのダブリン、ナショナルスタジアムで、アイルランドミドル級王座決定戦をマイケル・モナハンと対戦し、 5回1分28秒 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2006年9月29日、マンチェスターでブベブック英国ミドル級王者ジェミー・ムーアと対戦し、自身初の負けとなる10回1分29秒小負けで王座獲得に失敗した。2008年3月22日、元 IBF 世界スーパーウェルター級王者ルイス・ラモン・カンパスと対戦し、 10回98から95の判定勝ちを収めた。2009年3月14日、バーミンガムのアストンイベントセンターで、ブベブック、英国ミドル級王者ワイニー・エルロックと対戦し、3回59秒、TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2009年9月25日、マンチェスター・ベロドロームデーブ・ヨーロッパミドル級王座、決定戦をアミン・アシカーンと対戦し、 初回二分三十四秒 TKO 勝ちで、王座獲得に成功した。二千十年九月十八日、バーミンガムの LG アリーナで、シャルバ・ジョーマル・ダシビリと剥奪されたエブ・ヨーロッパ・ミドル級、王座決定戦を行い、六回終了時期券で、王座返り先に成功した。二千十年十二月十一日、リバプールのエコーアリーナでルーベン・バロンと対戦し、十二回、3から0の、 判定勝ちで、初防衛に成功した。2011年6月25日、ドイツ、ケルンのランクセスアレーナで、WBA 世界ミドル級、スーパー王者、フェリックス・シュトルムと対戦し序盤は先制したが、その後はシュトルムにペースを握られる形になり、12回、1から2の、判定負けで、王座獲得に失敗した。二千十二年三月十七日、 アメリカデビュー戦をニューヨークのマディソンスクエアガーデンシアターで WBC 世界ミドル級ダイヤモンド王座セルフィオ・マルチネスと対戦しマルチネスにややペースを握られる展開となり7回に先制ダウンを奪うも11回に2度ダウンを奪われ11回終了時期券でまたしても王座獲得に失敗した2013年6月29日コネチカット州 フォックスウッズリゾート火事のない MGM グランドアットフォックスウッズで WBA イボ世界ミドル級王者ゲンナジーゴロフキンと対戦。ゴロフキンに序盤からペースを握られる展開となり3回左ボディフックでダウンを奪われるとマックリンは悶絶しレフェリーのカウントアウトで試合終了。3回1分22秒こ負けで王座獲得に失敗した。 2013年12月7日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォーク、ホールダンスホールにて、ギレルモ・リゴンドー VS ・ジョゼフ・アグベコの前座で、ラマールスと対戦し、10回3から0の判定勝ちで復帰戦を白星で飾った。2014年5月24日、マイク・ペレス VS ・ブライアント・ジェニングスの前座で、ダニエル・ゲールと対戦する予定であったが、 ペレスの負傷欠場で工業が中止となり、マックリンの試合も流れた。2014年11月15日、アイルランドで、ホルヘセバスチャンハイラントと WBC 世界ミドル級、王者ミゲールコットへの挑戦者決定戦で、対戦するも、10回小負けを喫した。2016年4月9日、ボクシング引退を発表した。ありがとうございます。